V パームを揃えます。ただし T パームを使って揃えます。これ V パームなんですけど、結構手順がある。最初に覚えますと結構難しいので、まだまだ覚えられてない人は T パームでも解けますよっていう、揃えられますよっていう話です。 T パームはこれでヘッドライトがあって、反対色、赤の反対色オレンジがあって、これも2連があったのが T パーム、オレンジと赤反対にあって、このコマとこのコマ入れ替わってる、緑側に青があって、青側に緑がある、これ反転入れ替わってる、これが入れ替わってるというのが T パーム。この入れ替えとこの入れ替えを T パームができるので、 V パームはここに入れんで、この色が違う場合 V パームなんだけど、こことここのコーナーが入れ替わってる、赤青とここ赤青、緑オレンジと緑オレンジを入れ替わってる、赤の赤じゃない青のエッジとオレンジのエッジが入れ替わってる。なのでこれどれが入れ替わってるのか、どれが入れ替わってる。T パームで入れ替えられるのはこのコーナーとこのコーナーなので、これをここに移動しないといけない。で、あとここのエッジで入れ替えられるのはここのエッジなので、これをここに移動しなきゃいけない。その時に、支援の面も上に行かなきゃいけない。で、結構パッとやろうとするといかないんだけど、簡単にする方法があります。で、これを、Twitter で NYCuberさんっていう人が、紹介してました。で、まずこれは、この左手で、セクシームーブをやります。右手のセクシームーブは、こうですね。で、6回やればもう始まるっていうもので、 1,2,3,4 が1セット、バックするとこうなる。左手でやります。上げて引っ張って下げて戻す。で、ここに人が飛んでそれを上に上げる。だから5手までやってる感じですね。上げて引っ張って下げて戻して上げる、5手まで。そこをどこと人が来る、その時にこれが T になってる。この交換アイデアをここに来てて、この交換アイデアをここに来てる。なので、このまま回せば、この青、今ここに青があるのが全部赤と入れ替わって、ここは赤の2連になる。赤の2連というか、赤が2つくる。まあ、T パーム回してみます。赤が来ました。で、入れ替わった青がこっちに来てます。で、さっきの分元に戻すので、この白を手前に持ってきて、こっちに向けて、下から色出して入れ直す。で、揃います。そして1,2,3,4,5までセクシーなのでやって、 T パーム回して、で、逆にセクシーなのを変えますと V パームで回して、ここからまた左手でセクシーなのを5回というか5手分1,2,3,4,5回やって、から T パームで入れ替えて、ここから5で1,2,3,4,5で戻すと揃いますっていうのは、 V パームの T パームだけで揃えるという手順です。なので、このここを戻せるようにセクシームーブ5手分を戻せるようになれば、Tパームだけで揃えられます。まあ、考え方、頭で考えたら、出して一番上の白だけこっちに持ってきて、一旦下げて、白を戻して、白2つ上げると、セットアップ完了。白1つと2つ。戻すには白一旦下げて、右に置いといて、白2つで迎えに行って入れて、下げる。で、逆セットアップ終わり。1,2,3,4,5でセットアップ。これを2個になったら T パームで揃う。今は揃っている状態から始めたんで、これを逆セットアップで戻すと V パームができている。これをまた最後に戻します。
揃えて100セット